はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。少しパーティー編成をしましょう。メビウスはとりあえず外して、で、今ちょっと2軍にいる人たちを底上げしましょう。オーズは外すと。ただね、仮面ライダーダブルはもうヒール役として外せないんで、とりあえずウルトラマンゼロで、ガンダムはニューガンダムで、仮面ライダー電王に、ダブルと。じゃあこれでいきましょう。装備と、こいつはヒットポイント上げないとちょっと話にならないんで、でゼロは攻撃力アップで、電王はこれでいいか。よーし、あとスキルツリーだな。ダブルショット、これはゼロナックル4か、結構大変だな。ビームゼロスパイク、あと50残ってんな。これすぐ覚えられんな。足りないで、ニューガンダムはビームサーベル上げて、バルカンを2にして、バルカンなんだかんだで使えるかな。ビームライフル覚えて、これはあ22か、おヒーロー技が使える。よしよしよし。あと AP20、 ニューハイパーバズーカでフォースキャパシティか。電王はとりあえず覚えられるやつを覚えてこう。3、2、デンライダーキック、おヒーローがある。うわー覚えられない。多分ヒーロー技があるとだいぶ違うんだな。でダブルは、ダブルも結構あるな。これが2か。フォースキャパシティか。フォースキャパシティはな、覚えるほど物がないからな。とりあえずマキシマムドライブコンボ3かよ。これはトリガーバースト2、トリガーフルバースト。よし、全体攻撃だ。弱そうだけど、うん、これでいきましょう。チップは報告したから、じゃあこっからゲートポートで。あれはどこだ、中継地点2とかの方がいいのかな。氷漬けにされてたのは目的地とか載ってるかな。載ってねえな。あれどこだっけ、3だっけ。いや3じゃないはず。天候は回復していないのか。ここではないな、普通に。あれどこだマジで。いやでも雪のとこだったはずだよね。ほらほら、メンバー変えたかんな。強くなったって感じではない。ニューガンダムなんてまだ9レベルだし。おお、どこだ仮面ライダーよ。お前らはどこにいるんだっけな。スタンしたもしや。ああそういうわけではないか。よーし、レベル10。どこだどこだ。記事にマーキングくらいしといてくれよ。こいつらはサクサクいけるな。ここの真ん中の広いとこだっけ、どうやって行くんだ。いずれにせよ遠回りする羽目になるな。なんかどっかから行けねえかな、近道的なものないのかな。そして本当にあの広場だか定かではないし、敵がいっぱいだ。け、意外に食らう。やばい、ニューガンダムが。回復させるか。この下の広場、ここだったような気がするんだけどな。てか T
チップを持ってんだか持ってないんだかが分かんねえなこいつら。そういう面ではやっぱりロストヒーローズ2の方が設計的にやりやすかったよな。あれ？なんか変なワープゾーンみたいなのになってるぞ。一応回復させるか。おかしい、1号と2号がいなくなってる。凍結された仮面ライダー1号と2号はいなくなっていた。氷が溶けたような鉱石はない。代わりに見慣れない装置があった。なんだあれは。ゲートみたいな感じだな。アクセルのチップを入手しました。トライアルのチップを入手しました。メタスのチップを入手しました。光のチップを入手しました。どういうタイミングだよこれ。めっちゃいっぱいあるし、すっげえいっぱいある。ここからが本番か。転送装置行こう。とりあえず荒廃した世界。あ、いきなり中継地点がある。デザートキューブ、完全に滅んでるな。ここが中継地点と。ちょっと戻るか。そうするとチップを手に入れたんでこれを装備したい。フォースだな。ちょっと見ていくか。あれ、チップって解析しないといけない。もしやこいつらも。おいおいおい、マジかよ。なんでいちいちこいつらのも解析すんだよ。いっぱい手に入った。アシストアクセル、え、アクセルってウェザードーパントとかと組み合わせないといけないの。マジかよ。ってことは手に入れてないチップはあれか、組み合わせが足りてないんだ。メタス、敵単体の関節防御力を下げます。味方単体の速度を大きく上げます。微妙だ、これは微妙だ。防御力を下げる、これをちょっとつけとくか。ってことはチップが足りてない。とりあえずでもデザートキューブに行くか。少しじゃあここを探索していくか。砂漠の町、デザートキューブ、人気はない。なんだここは、今までとは雰囲気が違うぞ。この後輩フートじゃないようだな。廃墟か。あ、じゃあここは別の世界か。可能性は高いね。とにかく少し歩いてみよう。そうだな、歩くか。ちょっとさっきとマップが違うから歩きづらい。おお、これはアンフではないかっていうか、何、いきなり先手取られたの。やばいやばいやばい、死ぬぞ。経験値はちょっと上がってんな。仮面ライダー電話とか言ってまだ9レベルだし、もう早速ヒールの連発だよ。また外壁から攻めていくか。外壁攻め、ニューガンダムが一番遅いんだな。一番効率の悪いパターンだな、ニューガンダムが一番遅いって。アンフ、とりあえず最初の、わー宝箱があるキューブで、ここなんかありそうだな。戦闘音がする。遠くから爆撃のような地鳴りが響いてきた。爆撃音？戦争をやっているのか。何者かが戦っているのか。ここではさっきの宝箱が欲しいけど、あ、あそこにも宝箱がある。突然激しい爆発音に襲われた。何ち、今のはかなり近かったな。あ、ひどい揺れだった。一体何が起きているんだ。あの宝箱が欲しい。とりあえず復活キットか。そこまでの価値はなかったな。うわ、こいつら普通に出てくんのかよ。ラピッドイマジン、速攻で倒したけど。チャップか。お、ピンクラピッドイマジン。こうやってな、ある程度簡単にチップを手に入れられれば楽なんだけど、そうもいかないからな。広いな、いきなり広いな。もうここは
この宝箱を取って、メガライフキットだ。もうライフキットじゃ追いつかないってこと。ガンタンクみたいなやつが出てきたな。トラゴスか、強い。ビームライフルで攻撃って、うわはは、1回の戦闘でかなり瀕死になる。経験値100オーバーだな。これヒールが切れたら帰らざるを得ない。おお、めっちゃ広いんだけど。お、リーオーだ。こいつなんだこの感覚は。あ、誰だおめえ。もしやモビルドールになっていっぱい出てきた。謎の集団は無言のまま襲いかかってきた。マジか、ボス戦超いっぱいいるんだけど、これどうすりゃいいんだよ。ゼロビームスパイク、バルカン、敵全体、敵全体は弱いからな。うわ、めっちゃ食らう、めっちゃ食らう。死ぬぞ、死んだ。うー、これは痛い。復活キットと、ヒールだな。いやー、きついわ、これ。敵が多いときがマジきつい。ヒーロー技が使える。使えない。なんかいいのないかな。もうゼロナックルでいっか。バルカン。こいつはもうライフキットだな。自分を隠させよう。うおー、早いな。いけ、バルカン。で、こいつはもうまた回復に回るしかない。ライフキット、バルカン。で、こいつは倒して、よしよしよし、やばい、死ぬなよ死ぬなよ死ぬなよ、よしよしよし、かなり運がいいな。メガライフキット、まだいいや。バルカン、どうしよう、ディフェンスしとこう、念のため。おお、危ねえ。まだか。でも1体になればだいぶ楽だな。いや、5体の時はめっちゃ辛かったな、集中攻撃食らって。よし、あとはお前を囲るだけだ。マジックパワーがない。危ねえ。リオ、やったか。しかし妙な敵だったな。その時ヒーローたちの前に聞き慣れない声の持ち主が現れた。おお、スローネアイ。モビルドールリオを倒すとはなかなかのものだ。てめえら、よくもやりやがったな。あんたたち初めて見る顔ね。何？ガンダムが3体？あ、そうさ、俺たちはチームトリニティ、三位一体のガンダムチームだ。さーて、誰から倒しちゃおっかな。待て、もう少し彼らの力を見たい。トーラス部隊にやらせよう。いや、連戦は無理だよ。つまんない。キャッホー、こりゃ見ものだ。リオは倒せても、トーラスはどうかな。ちゃんと楽しませてよね。私を怒らせたら絶対ダメなんだからね。うおー、マジかよこれ。まだいるのか。次から次へと。いやー、どんだけいるんだよ。おー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 、この敵めっちゃ食らってんだけど、大丈夫か。ここで増援？まずいな、どうする。その時、狙い撃つぜ。目標確認、任務了解。おお、倒してくれた。おらおら、死神様のお通りだ。ダブルを目標を駆逐する。おお、いっぱい出てきたな、味方が。しかもみんなガンダム。ち、飛んだ邪魔が入ったな。くぅ、またおめえらか。ソレスタルビーイングのガンダムが揃いも揃って。仕方がない、今日は引くとしよう。まったねー。チェ、逃げ足の速い奴らだ。お前ら大丈夫か。さっきの黒いモビルドール、トーラスは強敵だ。モビルドールとして完成されているけどよ、リーオーの撃退は見事だったぜ。
すまない、助かった、感謝する。よせよ、レイ。なんかお前らはソレスタルビーイングの敵じゃなさそうだからな。そうか、ところで君たちは。おっと、自己紹介がまだだったな。俺の名はケルディムガンダム、ソレスタルビーイングのスナイパーだ。俺はガンダムデスサイズヘル、よろしくな。じゃあ次はお前たちのことを教えてくれ。いや、まだ二人いたはずだが。お前もガンダムなのか。ああ、俺はニューガンダムだ、よろしく頼む。間違いなくお前もガンダムだ。ああ、ガンダムはこの世界には必要だ。ところでソレスタルビーイングというのは。俺たちが所属する武装組織だ。デザートキューブを支配する敵と戦っている。デザートキューブ、それがこのキューブの名前か。ああ、そうだ。ん、もしかしてお前ら別のキューブから来たのか。おそらくそうだ。俺たちはビギンズキューブという場所から来た。なるほど、その話詳しく聞かせてくれないか。盛り上がってるところ悪いけど、ここで長話は危険だ。場所を移そうぜ。そうだな。よし、続きは俺たちのキャンプで話そう。いいだろう、こっちもまだ聞きたいことがある。お、飛ばされた。ゼロたちはソレスタルビーイングのキャンプへと移動した。そこはガンダムを中心とした戦闘部隊が待機し、差し詰め前線基地の様相を呈していた。お、サンドロックだ。やあみんな、お帰り。予定より遅かったから心配してたところさ。そりゃ悪かったな。無理もねえよ、チームトリニティが現れたんだ。何？そうか、ついにこの近くにまで。ああ、その通りだ。配下のモビルドールを大量に引き連れてな。まずいな、こちらも戦略を立て直さないと。ところで彼らは。ああ、紹介が遅れたな。彼らが敵に襲われているところを助けたのさ。とは言ってもそれなりに腕の立つ連中だぜ。そうか、僕はガンダムサンドロック、専門は局地戦、よろしくね。僕はセラビーガンダム。よければ君たちの話も詳しく聞かせてくれ。もちろんだ。ならばこちらも拠点から仲間を呼ぼう。それがいい。僕たちはお互いの情報を共有するべきだ。拠点からウルトラマンヒカリと他のヒーローたちも集結し、ヒーローチームとソレスタルビーイングはこの異変に対処すべく持てる限りの情報を交換した。なるほど。君たちも僕たちと同じようにこの世界に取り込まれ、ビギンズキューブから何かしらの転送装置でここデザートキューブにやってきたと。ああ、その通りだ。そして仲間の仮面ライダーを探しているらしい。仮面ライダー1号と仮面ライダー2号だ。けど1号2号の手がかりになりそうな情報は聞いたことがないな。もしかするとバースなら何か知っているかもしれない。そうだな、呼んでこよう。バース。おう、どうしたの？ケルディムちゃん。バースさん。あれ？オーズじゃないか。やっぱりお前もこの世界に来てたか。バースさんも無事でよかったです。知り合いなのか？もちろん、元の世界で一緒に戦った仲だ。でも、なんでソレスタルビーイングに？こっちに取り込まれて、さまよっている時にケルディムちゃんに助けられてさ。こっちこそ、バースの医療の知識に何度も助けられている。こう見えても俺、医者の端くれよ。ん？後ろにいるのは、まさか。おうおう、ワンコまで。ち、構うな。早く話を進めろ。ああ、そうだった。バース、仮面ライダー1号2号について何か知らないか？このキューブに運び込まれたらしいんだ。そいつは本当にこのキューブか？俺は別のキューブだと思うけどな。敵さんから得た情報によると、改造や実験を集中的にやってるキューブがあるらしくて、各キューブで捕獲された実験台が運び込まれてるって噂だ。まあ確信は持てないけどね。いや、十分だ。各キューブの敵が組織としてつながっている以上、何かの手がかりがつかめるはずだ。そのためにもここの本拠地に乗り込み、敵の目的を暴く必要がある。ケルディム、俺たちにも戦う理由がある。君たちに協力したい。そうか、そう言ってくれると助かる。実は俺たちは敵の本拠地への進行ルートも掴んでいるんだ。だが現状の戦力では局地的な抵抗、隠密行動で敵情報操作で手一杯。敵の制圧エリアすら落とすに至っていない。だがお前たちと共同戦線が張ることができれば、この膠着状態を打破できるかもしれない。よし、そうと決まれば早速作戦プランを立てよう。そうだな、君たちの中からもブレインを出してくれないか。光だ。それならば俺が参加しよう。君は？ウルトラマン光だ。見たところここには我々ウルトラ戦士の世界の技術や知識が不足しているようだ。ああ、ぜひ協力を願いたい。了解した。すぐにプランを練ろう。
行っちゃった。じゃあお前らはこの辺で待機していてくれ。あまり遠くに行くなよ。それともし聞きたいことがあれば俺に話しかけてくれ。この辺にいるからな。え、ちょっと俺普通に戻りたいんだけど。戻っていいよね。ちょっと待って、周りだけ見よう。周りだけ見て。あぶねえ、ここに拠点が、拠点っていうかあった。これ蹴る義務か。とりあえずじゃあんどうしようかな。中継地点1からもう少し捜索をしたいからな。ゼータガンダムが上がった。ちょっともう一回中継地点から捜索を広めていこう。なるべくマップを埋める方向で行きましょう。まあ、ちょっとレベル上げも兼ねて外壁を囲みつつ。またこいつらか。どんだけ回避率上げてんだよ。全然当たらん。 OK。 なんだかしょべえ戦いだったな。あれ、こっちがいける。こうやってマップを埋めてこう。ほいほい。おお、ファントン。この回避率アップうざいな。やばい、次ニューガンダム買ったら死ぬぞこれ。来て死んだマジか。早速リターンする羽目になる。何もやってないのに。敵の攻撃力も高いな。そしてこの入り口行きづらい。なんでこんな端に出てくるんだ。またこいつらかよ。しかも不意打ち、不意打ちで回避率アップ。ゼータガンダム連れてくればよかったな。なんでニューガンダムばっかり狙うんだ。よーし、ウルトラマンゼロレベルアップ。こっからだな。こっから先がだいぶ未知の領域で、アイテムを発見。ダメだ、ニューガンダムが弱すぎる。まあちょっと探索だからバルカンでも使ってこっかな。ニューガンダムは足も遅いな。何なんだろうなこのニューガンダムの不遇さは。ライフキット、ライフキットは今貴重だからな。本当にもうお金もない時に。広い、マジで広い。あそこに宝箱が見える。またお前らかよ。バルカンだな。絶対最初これやってくんな。もう少しでダブルが上がる。ダブルもずっと出してるからさすがだな、レベルの上がりが。うおー、めっちゃ広そうここ。このマップ半端ないな。バルカン、2ターン倒したいな。よし、そしてケムラーも手に入れた。これはでかい。やっぱりね、きっちり戦っていかないとこのゲームはきついっていうことが分かったんで、マップを埋めながら捜索をして。おー、またこのウサギがいるよ。やべ、強え。かわされ、うわ死ぬ。うわ死んだ。もう何なんだよ一体。やばい、天王も死ぬぞこれ。敵にこんだけ苦戦してるのかな、やっぱり。
厳しいよな。どういうマップ構造だこれ。複雑すぎる。あそこが1マス埋まってないな。まあいいや、このマップを埋めるのは至難の技だ。ニューガンダムなんかすげえ集中攻撃されんな。何なんだ。ヒットポイント低いんだからやめてほしいよ本当に。よし埋まった。だいぶ埋まったな。あとはこっち宝箱をゲットしたい。ガンタンクモドキが出てきた。そろそろニューガンダムが上がる。おお、1000円。お金は貴重だ。この世界のすべての貨幣が一緒っていうのもまたすごいな。あれめっちゃつながった。もうこのウサギマンうぜえんだけど。バルカン、あ、ビームサーベルの下、いいや。おお、攻撃で当たればね大したことはないんだけど。よし、ニューガンダムもレベル11。このマップ埋めが意外に大変だ。サロンコーデ30か。うわー、こいつも感染使ってくるのか。お、トラゴス手に入れた。こうやってねチップも集めつつレベルも上げつつやっていかないといけないんで。逆だし、3回かかるのか。やっぱ2回で倒したいな攻撃。何かいい方法はないか。でここに繋がるわけか。で多分あっちの方に行くんだろうな。お、宝箱がある。やった。宝箱の番人が出てきた。バルカンを使えばガンダムは強い。キュアダーク、これはガッツキットか。まあさっき1個使っちゃったからな。よしとしよう。それでもこれでどこに繋がる。あそこに繋がるよな。あ、ビームサベルになっちゃった。まあいいや。あ、 2A ビームサベル。よし、ファントンも手に入れた。ん？これはなんか拠点の方からだいぶ離れちゃってるな。ライフキット。ビームサーベル9かでも使うの。OK。これ1ターンで倒せんな。よし、11レベル。お、なんかやばいぞ。大丈夫か？やばそうなとこに出てきたな。一旦帰ろう。拠点2へ帰ろう。はい、というところでデザートキューブですね。まあガンダムがいっぱい出てきて、多分ウィングゼロと確かダブルオーは仲間になるはずだったんで、そうするとガンダム全員勢ぞろいか。あとゴッドか。
まあ結構キャラクターがいっぱい出てきて早く仲間になってくれって感じですけれども、今回は終了して次回またやっていきたいと思います。